はい、皆さんこんにちは、ワンダリクルビーチです。では今回はもうおそらく10年ぶりぐらいになると思うんですけども、ゲレンデを呼ぶアクシーズの脅威 V、こちらをやっていきたいと思います。まだ僕は大阪にいた頃ですね、このアクシーズの脅威はやっていた記憶があるので、もう10年以上、ぶりにですね、このアクシーズの脅威に帰ってきたと言って、いいのかなと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。当時は PS2 とかでやってたのかな。なので今回プレイしていく PS ビータ版はね、セーブデータが全くないので、新しい勢力はまだ解放されていない状態です。で、今回は連邦、ジオン、ティターンズ、エウーゴ、そしてアクシズとあるんですけども、まあオーソドックスにですね、連邦、レベル将軍でプレイをしていきましょう。難易度、まあ、将来的にはですね、ヘルやスペシャル挑戦していきたいんですが、今回は一旦ノーマルでプレイをしていきます。10年ぶりの感を取り戻していきたいというふうに思います。では早速オープニングから見ていきましょう。スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる呪曲でしかなかったのである。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブロ。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに対し攻撃を開始。一方連邦はレビル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナン家もまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレビル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見えた。ジオンが提示した休戦条約は連邦に対する事実上の降伏勧告であった。連邦に戦争を継続する力はもう残っておらず、この条約の受け入れもやむなしと思われた時、奇跡は起こった。捕虜として収容されていたレビル将軍がジオン本国を脱出し帰還したのである。そしてサイド3で目撃したジオンの苦しい内情を暴露し、戦争の継続を訴えたのであった。この演説によって連邦軍首脳は戦争の継続を決意する。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、ジオン公国は地球侵攻作戦を決定。戦場は宇宙から地上へと拡大していくのである。3度にわたるジオンの地球降下作戦によって地上の約半分がジオンの勢力下となり、我が軍は多大なる被害を被っています。
まさかな。たった2ヶ月でこれほどの劣勢を強いられることになるとは。モビルスーツザクの威力を見くびった我々の落ち度かもしれぬな。しかしこれまでの戦いによってジオンは我々以上に消耗しています。きっかけさえあればこの劣勢を挽回することは決して不可能ではありません。きっかけか。 V 作戦ならば。あるいは将軍、レイ大尉から連絡です。開発部より報告いたします。ジオンのモビルスーツに対抗する手段として検討を行っていた V 作戦にようやく実現のめどがつきました。ジャブロー本部の承認さえ得られれば我が軍でモビルスーツを開発することが可能です。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。はい、ではここから本格的なプレイを始めていきます。開発プランは、まあ、少なくても最初のうちはフルで開発を進めていきましょう。それと同時に特別作戦一番最初に発動しておきます。連邦軍におけるモビルスーツ開発計画、戦前から進めていた RX 計画をベースに短時間でのモビルスーツ及び MS 母艦の開発を実現する、効果としてはモビルスーツモビルアーマー開発の技術の確立、 RX ナンバーの高性能機の開発、これ具体的にはガンダム、ガンキャノン、ガンタンクですね。そして強襲揚陸艦ペガサス級の開発ということでホワイトベースに当たるものになります。早速発動していきましょう。 V 作戦を実行しよう。だがその前に頭の固いジャブローのモグラどもを説得しなくてはならんな。ジオンのモビルスーツに対抗する唯一の手段 V 作戦、初戦より敗北を重ねてきた連邦軍にとってそれは新兵器の開発以上の意味を持つものであった。しかし政府高官の中にはその目的を理解せず古い考えに固執する者も数多くいたのである。会議は結論の出ないまま終わるかに見えた。だがモビルスーツの登場に危機感を抱くレビルは自らの意見を強硬に押し通す。その強い信念は顔面な反対勢力を沈黙させ V 作戦は承認された。そしてこの日より連邦軍の反攻は始まるのである。はい、ご覧いただいた通りまずは V 作戦、これを実行しました。これに伴って基礎研究の他にモビルスーツモビルアーマーの研究にも投資できるようになりましたので、これフルで投資しておきます。で、先ほどお話した通り新兵器の開発、これも序盤フルで投入しておきましょう。で、続いて初手でやっておきたいところなんですけども、北京攻略が一番最初に提案されると思いますので、北京攻略に向けて部隊を集めておくのと、各中域ですね、ここに関しては宇宙から地上へと主力のパイロットたちを降ろしておきたいと思います。そのあたりの初手でやっておくこと整理してやっておきます。はい、では生産なんですけども、各拠点でフライマンタ、これの量産を開始しています。パイロットも宇宙にいたものはほとんど解任して次のターンで地上へと転属させていきましょう。最初の攻略目標を2つ用意してまして、まずは中国、ここは北京への足がかりにしたいと思います。あとオーストラリア大陸も完全に制圧しておきたいので、オーストラリア1、ここも攻略対象にしておきたいと思います。では時間を進めていきましょう。報告します。ジオンのモビルスーツに対抗する手段を手に入れたことによって我が軍は北京を攻略することが可能です。はい、北京攻略作戦提案されましたね。これすぐにでも発動して北京に攻め込みましょう。北京が取れればまだ資源やね、資金、これに上積みができると思います。
開発部より新兵器の開発プランが提案されました。さらに V 作戦を前のターンで発動してますので、いよいよここからコアファイターに始まり、ガンタンク、ガンキャノン、ガンダム、そしてホワイトベースへと続く RX 計画がね、進められそうです。とにかく早くモビルスーツ用意したいですよね。僕も倍額投資します。コアファイターも開発開始していきましょう。で、この後なんですけども、北京攻略にあたっては、まあやっぱりヤザンなんかを投入してですね、確実に、かつスピーディーにここの攻略を終えたいですよね。ヤザンと、そうだなぁ、あとは、この中で言うとライラさんあたりですかね。ライラさんを投入しましょう。これで、まあ陣容としてはだいぶ厚くなりましたね。さらにミディアではありますけども、レベル将軍にも乗ってもらえますので、これを投入していきます。北京攻略に向けて進行を開始していきましょう。新しく、マドラス基地で生産したフライマンタ、これも人乗せておきましょう。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。続けざまに開発進めていきます。コアファイター開発完了しましたので、続いては、ガンタンクになるかなと思います。これも倍額投資して、すぐに開発完了させていきたいと思います。まあ、お金を、あるいは資源を惜しみなく使っている序盤ですね。舞台の方なんですけども、この後北京攻略を行いたいので、北京攻略作戦も発動します。北京攻略作戦を開始する。目標は、本当にギレンの野望は新作待ち遠しいですよね。まあそういう方も多いと思うんですけど、ガンダムゲームで言うと、まあどうやら新作 FPS ものが出るようなんですけども、まあ残念ながらね、やっぱり、ギレンの野望に関しては新作の情報というものが全くないので、まあ、そういう予定がないんだろうなというのは、まあ、容易に想像がつくんですけど、まあ、まあ、できればやっぱり新作欲しいですよね。では、北京に進行していきましょう。皇族で舞台も入れる必要あるかなと思うんですけども、まずは、一番最初に投入できた舞台で、基地中心部を目指していきます。攻略戦を開始します。敵はどうだろうね。ザクの3スタックが多数という配置に見えますね。まあ、制圧進めながら進んでいきましょう。フライマンタをうまく使って戦っていく形になりますかね。しっかり陣形を、まあ、維持しながらですね、戦っていきたいと思います。戦力的には倍用意できてるんですけども、こちらはあくまでもね、モビルスーツなしっていうのがあるので、まあ、やっぱりちょっと厳しいところはありますよね。格好撃破を狙いつつ敵の戦力削っていきましょう。まあ、レーベル将軍のミディアなんかは、まあ、まだこの段階だとですね、一撃死するっていうようなことは、まあ、基本的にはないと思いますので、まあ、しっかりと盾になってもらうっていうのもね、頭に入れて、陣形を作っていきます。新ギレンの野望にだいぶ慣れてしまってるせいか、このアクシズの脅威 V の最初のザクがほんと強いですね。これなんとか突破しないと、北京攻略に送った部隊が全滅してしまう可能性があるので、この後、バニング隊なんかも投入するので、そこで打開できるか見極め必要そうですね。できなかったら、ちょっとやり直しも必要かもしれない。しっかり見極めていきましょう。さて、ガンタンクの開発完了してますので、次は、ガンキャノンですね。これも倍額投資していきましょう。
もう久しぶりのアクシズなんで、もうこんなに強かったっけっていうのにね、驚きを隠せない状態なんですけど、フライマンタをどうでしょうね、もう立て続けに送って、なんとかそこで打開策をね、見出していく以外にちょっとないかなというふうに思いますね。さあ、では2ターン目に突入です。バーニング隊を投入してなんとかここを打開突破していきましょう。カッコ撃破するなんてね、調子のいいこと言いましたけど、カッコ撃破ができる相手ではないっていうぐらい強いので、カッコ撃破というよりかはなんとか敵の基地中心部ここを抑えられるようにね、うまく陣形で、打開策をね、見つけていきたいかなと思います。まあ、あと特筆すべきところで言うと、まあ、やっぱりヤザンですね。まあ、こういうヤザンなんかもしっかり使いながらですね、うまく対処していければいいかなというふうには思います。こうやって見ると、まあ、使えないユニットの典型である61式の戦車が火力はそれなりに出してくれてるのかなっていう印象を受けますね。なのでどうでしょう、戦車をもうちょっと前面に使ってもいいかもしれないですね。まあ、北京の大攻防戦が続いている中ですけど、ピアソン計画来そうですね。これ先に発動しておきましょう。宇宙艦隊の再建計画です。ギアンムからの提案です。宇宙艦隊再建計画、ビンソンを提案します。さらにガンキャノンかな、ホワイトベースかな、どっちかの開発が終わったと思います。確認しておきましょう。ホワイトベースですね。では、ビンソン計画先に発動です。はい。ビンソン計画を開始します。開発部の報告を。この後は、再び、北京戦です。スレッガーさんなんかを戦線に投入していきましょう。本当に大激戦地帯になってますね、ここはね。開発部より続いて、ガンタンク、ガンキャノンと開発完了しましたので、いよいよガンダムですね。これの開発プランも、売額投資して完了させましょう。開発部の提案をご覧になりますか。ちょっとここでお金がだいぶ必要そうですが、優先するのはやっぱりガンダムですね。ここは売額投資しましょう。お金きつくなってきてますけどね。あとは研究費に投資します。はい、では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、まだ北京ですね、攻略完全に完了はしていないので、ここには続けざまに軍を送っていって、なんとか完全制圧という展開流れに持っていければいいのかなというふうに思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。